こんにちは、日野です。今日は2022年の8月の9日ですね。車の中が蒸し風呂みたいになってまして、非常に暑いです、今日も。乗り始めがちょっとね、暑いなというふうに感じますよね。先ほど、ズームセミナーがありまして、電子水アレイというね、生成器があるんですけど、電子水を生成する機械があるんですけれども、まあ、そこの株式会社アレイジャパンの青柳社長という女性の社長さんなんですけれども、その方にお話をいただきました。で、この機械に関しては、僕自身5年ぐらいもう使っていまして、ちょうど4、5年前に何度かお店にも来ていただいて、店のイベントのお客様に話をしていただいたんですよね。で、まあメルマガの方ではほとんど紹介せずに来てしまったんですけれども、まあずっと僕自身もこの5年ぐらいは使っておりまして、非常に重宝しています。で、水が電子たっぷりの、電子豊富な水に変わるということで、置くだけでいいというね、それが非常に便利で手軽で、まあ約45分ぐらい、水道水から入れたペットボトルの水でもいいですし、まあもちろんミネラルウォーターとか浄水を通した水でもいいんですけれども、それを水をそのプレートの上に置くだけで電子チャージができるっていうね、まあ画期的な機械じゃないかなと思うんですよ。で、それは水だけじゃなくて、いろんな食べ物とか飲み物とか、あとアクセサリーとかね、そういったものも置いていただいたり、化粧水とか、お酒、ワインとかね、ワインがすごい美味しくなるというふうに、おっしゃってましたけれども、まあそういったものを、フル活用していただける。だから家の中、あるいは身につけるもの、食べるもの、口にするもの、あらゆるものを電子チャージすることができるっていうことですよね。まあ、電子っていうのは、物質の、原子核の周りをこう回っている電子がありますよね。それが、正常にこう回っていれば、体も元気な状態になるんですけれども、それがこう、電子が奪い取られたり、それが酸化していく方向になったりっていうことになると、体調がね、良くなかったりっていうことが起こってくる。だからそれを、正常な電子を、たっぷり補給していただけるっていうのが、まあその電子水生成器のアレイという機械なんですよね。で、お風呂にも非常に良くて、僕自身も、まあ自宅で5年ぐらい当たり前に使ってましたけれども、まあ今日いろんな話を聞いて、改めて、まあ、電子水の恩恵をね、受け続けてきたんだなっていうことを、思いました。毎日、電子チャージして、まあ、妻がね、こう、差し込んで、差し込み棒みたいなのがあって、それを入れるだけなんですけれども、それをしてくれてるっていうのもありますし、作ったおかずとかをですね、全部タッパーに入れた時に、電子チャージしてくれてるんですよね。まあ、非常に、ありがたいなと。僕はただそれをいただいてるだけというね、非常に楽な立場なんですけれども、まあ、そういうことで、青汁豆乳。いただいてます。まあ、こういうドリンクもチャージすればいいですし、アクセサリーであるんですけど、今ちょっとね、この今日着たアクセサリーがあって、これルチルクォーツと、あと、ギベオンのやつ、ギベオンっていうのが最近ハマってまして、隕石のギベオンってあるんですけれども、まあ、その宇宙エネルギーをね、身につけようということで、この、ギベオンという、この丸いやつと、あとこのルチルクォーツ。まあ、両方、金粉にということで、それに惹かれて、ちょっとしてみてるんですけど、また、商品として、販売の方もさせていただければな、というふうには思ってます。紹介させていただければとは思っていますけれども。まあ、そういうもので、まあ、今日のお話、青柳社長の話は、場もそうなんですけれども、人間自身、僕ら自身を癒しろ地化しましょうというね、ことなんですよね。電子が豊富であれば、癒しろ地化した土地になりますし、それが人間も同じように、電子に満ち溢れれば、人間が癒しろ地化するということですね。滑舌が回ってないですけれども。まあ、そういうことで、青柳社長ご自身がですね、そういう、自分自身がね、電子たっぷりな生活をして、やっぱ実際にどんどん流れが
いい方向に向かっておられるっていうのがありますので、そういう、実現されている、まあ、実際に体現されている方を見ると、素晴らしいなというふうに思います。で、この前も、東京行った時に、カズタマレイバの吉野内社長と対談をされていたんですけど、まあ、その中でもね、吉野内社長が、この電子水アレイの水はですね、波動の保持にもすごくいいと。で、水道水から電子チャージしただけですね。だけで、非常に素晴らしい水が波動に、波動測定っていうか波動の、カズタマレイバの水に適した水ができるっていうことで、絶賛されていました。そういうので、電子水アレイと、まあ、カズタマレイバというね、機械があるんですけども、そういったのも相性がすごくいいというのが言われてますし、まあ、この冬にですね、アイウェイ社長ご自身も本を出版されるということで、ヒカルランドさんから、出るとそうです。まあ、これも非常に楽しみですよね。癒しろちか、自分が癒しろちかするための、秘策っていうかね、コツを、書いてますっていうことをおっしゃってましたから、これも、発売されたらぜひ手に取っていただければというふうに思います。僕自身ももちろんね、読ませていただく。ちょっとね、途切れましたけれども、そういうことで、電子を豊富な電子水を飲んでいく、身につけていく、電子の多いものを身につけていく、電子の多いものを、いただいていくっていうことで、日常生活にフル活用できる機会だと思いますので、値段はね、まあ、17万ぐらいしますけれども、長い目で見たらすごくいい、機械ですし、壊れにくいんですよ。ほとんど壊れないっていうか、僕も5年ぐらい使ってますけど、全く問題なく使えてますし、まあ、長いことずっと末永くね、使っていただける。で、家族みんなで、それを、使っていただけるということで、いいんじゃないかなというふうに、感じております。まあ、ということでね、電子水アレイ。この映像に関しては、ズームの映像、今日1時間20分ぐらいですかね、時間ありましたけれども、この映像に関してはすべて、メルマガの方で、限定配信、見逃し配信っていうのをしますので、また、興味があればですね、メルマガの方から見ていただければと思いますし、まあ、メルマガちょっと登録してないという方は、概要欄にメルマガの登録のところがありますので、そこから登録しておいていただければ、そういったね、ズームの見逃し配信の情報とか、あと、ズームの情報もどんどん配信していきますので、ぜひご覧いただければと思います。ということでね、今回は以上になります。ありがとうございます。